高卒でドジャース入団です。石毛ひろみし TV! イエーイ始まりました。あいちゃんさ、はい、出てきたじゃん。評判いいんだよ。誰あの綺麗な人はって。ああ、やめてください。まあ、よっぽどなんかカメラ映るのがいいのかね。ああ。いや、実物もいいよ。実物もいいんだけどさ。必死じゃないですか、ようやくなんか、はい、うちの TV に、うちの TV に出てきてよかったかなと思って。いやいや、こちらこそです。ああ、もう、少しでも力になれるように。はい。愛ちゃんの話して、俺なんか見てよ。本当ですね。年がなんか赤いシャツ着ちゃってさ、なんか最近年いくと赤が入れない、入るみたいね、みたいな。我が作りしちゃってさ。いやでもよくお似合いですよ。ありがとうございます。はい、そういう前にね、はい、俺の話題に入る前に今日俺の方から愛ちゃんの方に、はい、昔ほら優勢ガールズね、はい、菊池雄星を追っかけてた。まあそうですね、1年目その辺の菊池雄星、はい、みんなセーブランジ来てからもうメジャー行って今いるんだけど、はい、まず菊池雄星が高校野球であれだけメジャーだったわけじゃん、はい、まず高校野球の方からプロ野球、うん、そして今現在メジャーで。そうですね。うん、どういう戦いをしてるのか。愛ちゃんレポートからスタートしていきたいと思います。優勢ガールズ。ね、菊池雄星の高校時代は。高校時代は、まあ、花巻東高校で、うん、3年生の春、選抜準優勝。ああ、で夏がベスト4ですか、進出。あ、春夏出たんだね。というところで、うん、まあ超高校生級、ね、本当だよ、ね、鳴り物入りで、うん、プロ入りでしたけれども、うん、で優勢は高校時代なんかやってたんだよね、はい、あ、そうですね、うん、マンダラチャートという、石毛さんも書いたことありますか？ありませんま、いわゆるそのありません、いいですね。ま、目標設定をする、81マスをこう埋めていくというもので、まあ、最終的な、真ん中に自分の目標を書いて、それには何が必要だっていうことをまた細かくカテゴリー別に、まあ、自分で夢の設定をしていくというものなんですが、大谷翔平選手が書いていたというのが、はい、有名かと思うんですが、大谷選手、まあ、高校時代の優勢投手の後輩にあたりますけれども、優勢投手がまず書いていたことでそれを真似したらしいんですよね。それはほら、佐々木監督という方がいらっしゃるんだけど、花巻東の監督のなんかそういったアイデアだったんですかね、はい、どうなんでしょうかね。まあ、もしかしたらいろいろこう知識をこう体に入れることが、まあ、すごくお好きな優勢投手なので、まあ、自らどこかから、まあ、得てきて始めたものかもしれないんですが、そういう夢を描いて夢の目標を設定して、はい、予定通り来てるわけだね。俺と運転の差だねその曼荼羅って。ちなみにですね、菊池雄星投手が高校2年生の冬に立てたという、はい、目標、それから曼荼羅チャートというものが今ここにあって、はい、最終的な目標は当時、うん、高卒でドジャース入団でした。おー、でそのために、うん、1,2,3,4,5,6,7 8つのカテゴリー、何が必要かということで、まず、うん、体作り、はい、ピッチャー三種の神器、はい、甲子園で優勝、お、外国人に負けないメンタル、はい、愛されるプレーヤー、はい、実戦で使えるピッチャー、うん、コントロール向上、うん、そしてマックス155キロと。あ、ほとんどそれ目標クリアしてんじゃない、ね、いや、そういうことなんですよね。だからメジャー行っちゃったんだよね。まあ、そうですね。もともとはまあその高卒でメジャーというのが夢ではありましたけれども、うん、まあ、日本のプロ野球でまずはやってから、そして世界へということで、まあ、本当に、今ねマリナーズに行って2年目、まさしくその大谷翔平は真似してるわけだよね、うん、そうですね。高校からプロ行きたいって言ったけど、彼は日本ハム経由していたんだけど、はい、菊池雄星も西武ライオンズ経由したけどね。そうですね。そういうふうになんか順調に自分の夢をこう一歩一歩上がれる生き方って素晴らしい。でもまあ本当ですね、思ったけどなかなかそうはいかんよね。いや、しかも高校2年生の時の目標ですよ。だからまあね、まだ10、まあ、言葉悪いけど、はい、5歳ぐらい、まあ、混ぜた高校生だったんだね、はい、ある意味そうかもしれないですね。それでも
人生設計というか、はい、野球人としてという、うん、だってそれだけの構想とか夢を持てるっていうのはさ、自分にそんな才能があるとかポテンシャルが高いのか分かんないじゃん。そういった中でも、でも高校2年生だってそうか、それだけのポテンシャルあったんだからやっぱり考えるか。そうなんでしょうね。その高校の恩師の佐々木監督がよくその生徒選手に言っていたのが、投資と消費というお話をされていたそうで、はいはい、何が投資で何が消費なのか、例えば、漫画を買うことと参考書を買うこととか、ドラマを見ることと参考書を開くこと、何が自分にとって投資で何が消費なのか、まあ、人のドラマを見ている前に、まあ、自分のドラマを描いていかないと。俺は今覚えて書くわここに。いや私も本当に今この年でも非常に勉強になるなと思って、まあ、そういったことを自然と、まあ、恩師からもこう浴びてきた中で、まあ、優勢投手なりにいろいろと自分ができることをやってこられたと思うんですが、まあ、その監督曰くやっぱりその高校時代から自分に投資をしている選手だったということは言っていましたね、佐々木監督はね、はい、いや高校生らしからぬ高校球児だったよね。そうですね、そんな生き方楽しいんだろうかな。いやでもやっぱりこう叶えたい夢があるので、もうそこに一直線だったんでしょうね。当時からもっと遊べばよかったんだろうな。うん、そう思いますよね、まあ、大体の 15、6歳。ませた高校球児、ね、そういう面であれだね、はい、2年前にさ、はい、中日に入った根尾選手、あ彼だって読書家で ね、 そうですね、論語とそろばんなんていうのはさ、はい、俺彼にがそうやって新聞出たことで、はい、この60過ぎて初めて論語とそろばん渋沢栄一の本を買って読みましたよ。いやでもそういう方多いと思いますよ。はい、いやいや俺も負けたなと思ってたんだけど、いや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 、でもまあ我々も気がついてそこをまあ見るっつうのが、まあ、ある面で俺のいいとこかな、そういうところでもあるんだけど、そうです、それでもね、精神的にはだいぶませてるというか、大人びいてるよね。そうですね。なので、まあ、その優勢投手が西武に来て1年目、うん、まあ、大注目で、まあ、以前もお話ししましたが、うん、もうマスコミが毎日、うん、西武第二球場に、もう人垣ができている状態でしたけれども、うん、まあ、その1年目は肩の、まあ、リハビリに費やしたという年ではあったんですが、今思い起こしてみると、なんかどこかにお出かけされたりだとかしてるなと思うと、うん、まあ、その肩の権威がどこかにいらっしゃるので話を聞いてきましただとか、あ、やっぱりなんかいろいろな、まあ、野球に関しての知識だとかという点でいろんな人に会ったりだとか、まあ、読んだりこう知識を入れるっていうことはやっぱりプロになってもされて、1年目からされてたなということはなんとなくこう、まあ、彼の言う投資ですよね、はい、自分の野球人生に対する投資、はい、ね、それがもうねできていたんだなと。そんな一生懸命勉強してて、うん、結婚するの案外早かったんだよね。やることはちゃんとやってたんだね。だからすごいですよね。まあ、だからそういったことも含めて人生設計がもう本当に僕らが知るところでは、うん、トイレ掃除率先してやったりね、そうですね、うん、ゴミ拾いだとか、うん、だそういった人間教育もやってたということなん で、はい、うん、でその彼が西武1年目あれ甲子園でランナーと交錯してなんか肋骨とかなんか肩だったのかなんか痛めて、そうです、うん、そうです、うん、そうでした、肋骨でしたね、うん、はい、でまあ1年じゃないねリハビリ兼ねてやってきて、はい、うん、で蓋開けたらさ、それは今 GM の渡辺久信がね、はい、彼をほっといても15は勝ちますとか言っててね、なんでしたらポテンシャルが違いますという、まあ当然速いボール、まあ、投球フォームのスタイル、そしてその頭精神的なもの、はい、うん、それは誰もがそう思うんだろうね。うん、で西武では何勝くらい勝ったんだっけあれ。西武ではですね、うん、あ、全体的にですよね。うん、少々お待ちくださいね。はい、はい、西武では、うん、あ、と9年目でもいいですか。西武最後の年は、うん、3年連続の開幕投手になって、はい、開幕から5連勝、うん、
おすいません、ちょっとトータルのところが、ね、なかったですね、はい、あまあでも10年ぶりのリーグ優勝、原動力にもなったというところ で、ね、シアトルマリナーズ2年目でしたが、まあ先日今シーズンの、まあ、最終登板でしたね、はい、メジャー行って今年は何勝何敗だったんですかね、今年はですね2勝4敗、防御率 5.17、うーん9試合の登板ですね。納得してないんだろうね。うん、ねえ、まあ、うん、今年はね、いろいろね、世の中のこともあって、試合数自体も、うん、まあ、少なくはありましたが。うんうんうん、でもさ、愛、うん、ちゃん、もうグラウンド離れて何年も経つんでしょ、はい。随分経ちます、もう10年以上。こまめにそんなレポート書いて、大変だって、俺なんか何も書かねえんだぜ。でもこれもあれですよね、果たしてこう書き記すことがいいのかどうかっていうのもありますよね、うん、俺はあんまりパソコンできないからさ、講演でやるときはいつもこうレポート用紙に原稿を書きながら、あでも、はい、それは書くんですよ。あそうですか、はい、それは自分で書きますけどね。はあ、でもそんな選手のいろんな戦績とか成績とかレポートをあんまり書いたことないな。いや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 、でもここに入れられないんですよ。いや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 、あんなことないでしょ。だ書くことでだいぶ覚えるし、はい、解説者もね、細かい字で、ね、何月何日何人が投げて何球ね、はい、あるんですよ。そういうデータ持って、うん、大変だね。そうですよね。うん、実際石井さん、その解説されるときは、まあ、資料を何も持ってきません。あ、そうですか、うん、最近はほらレギュラーじゃなしにゲスト的なもので行くんで、はい、ただただそのゲームを見て、言いたいことをくちゃべって帰ってきてで俺たちの時代はどうだったかねとか、はい、そんな雑談をしながら、面白おかしく、うん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 、はい、まあ、気軽な解説やらせていただいてですね。いや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 。まあそれでいいみたいなこと言われてもちろんです。もうそれを聞きたいんです。そんなものね、書いたことないね。すいません。いやね、でもなるべくもう優勢投手みたいに体に入れなければいけないなとは思うんですが。優勢はさ、はい、ね、誰もがポテンシャルがすごいねって言って、はい、本当だったらさ、もっと勝って勝って勝ってって、今年ダルビッシュ調子いいけど、うん、右のダルビッシュ、左の優勢くらいになってメジャーでもさ、ああどこに原因があるのよ。どう思いますか？まあいろいろ聞くとね、まず真面目なんだろうなと思うんです。はい、うん、真面目はいいよ、うん。で、いろんな自分に投資をする、いろんな知識を入れていく。逆にさ、頭でっかちになりすぎてはせんかなっていう。だからある面では、まあ去年今年、まあメジャー行ってもね、そうそう彼が思うような成績残してないかもわからないけど、うん、そんなものを入れたものがどこは、まあ血となり肉となって、はい、体の細胞に染み込んできて、それでこうかって、いや、これでいいんだみたいな、それで、なんていうのかね、今年のダルビッシュみたいな形で、まあ、遅まきながら、うん、勝ち星を増やしていくのかなという、まあぜひともそうなってもらいたいよね。そうですね。ね、そうですね。そういう成績を収めることによって、はい、アメリカメジャーリーグの中においても、あるいはそういった報道が日本に伝わってきて、彼の野球に対する、まあ、考え方とかね、はい、取り組み方とか、そのマンダロのありようだとか、はい、そんなものを日本の野球界とか日本の子供たちに、ね、伝えていくような教科書になってもらいたいね。あ、そうですね。そういう大きな期待ってか、そういうことになり得る人材かなと思ってるんで、うんうん、はい、今一郎がそうじゃない、ある面ではね。あ、そうですね。ああ、だからまあメジャーリーグ行った方々がいろんな体験をして、いろんなことを学んだ、それで自分の言葉で分かりやすく、日本の野球ファンとか子どもたちに伝えてほしいっていう、はい、うん、当然、うん、まだ若いんだよね、優勢ね。まだ若いです。あ、はい、まあ、30過ぎてそんないろんな詰め込んだものが消化できて、よっしゃこれでいいって一つの方向性を示したらね、ガンガンいくのにならないね、うんうん、そうですね、はい、なんか長い野球人生、プロでの、うん、なんか遅れそうな感じは、ね、まだまだ体制も、うん、はい、していくでしょうし、うんうんうん、楽しみだね、優勢レポート、ね、今度アメリカが行かないといけないね。いや、本当ですよね。優勢ガールさん、俺もついてきてえな、アメリカに。ぜひそれは石毛さんにお願いしたいですが、社長、ご講師出してくださいよ、社長、ね、このカメラの向こうにいるね。いや、うん、でも応援の心は、気持ちは持って、これからも、ね、はい、行きたいなと思います。これからも時折、はい、優勢レポートお願いしますよ。そうですね、そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます。
お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。